ああ、俺だ。サクレオナルドだ。ラトレルか？ああ、これはこれはレオナルド様。ご無沙汰しております。今お時間大丈夫でしょうか？ああ、今俺はトレーニング中なんだが。おお、トレーニングですか。さすがですね、レオナルド様。あ、今日はまた特別なお車が入荷いたしましたので、一番にレオナルド様にご連絡させていただきました。なんだって？わかった。すぐに行く。契約書用意しておいてくれ。その車買ってやるぞ。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました、レオナルド様。やあ、ラトレル。久しぶりだな。ええ、本当に久しぶりでございます。あれ、レオナルド様、その、お洋服が。え、洋服？今日はビールはこぼしてないぞ、ラトレル。いやいや、前と同じ服やんけ。それはそうと、レオナルド様。今日は特別な一台を入荷いたしましたので、ぜひご覧ください。ああ、もちろん見るよ。でもラトレル、ちょっとだけ俺の話を聞いてくれないか。どうされたんですか？まさか愛の告白。俺の母さんが、サク家で唯一のランボルギーニ・ウラカン・ペルホルマンテを納車したんだ。正直、悔しいぜ。さようでございますか、レオナルド様。いや、しかし、レオナルド様にもお母様おられたんですね。いや、そりゃおるわいな。ラトレルにもお母さんはいるのか？ああ、お母さんですか。もちろんいますよ。あ、そうだそうだ、写真でも見ます。私持ってるんですよ。ああ、いやいやいや、いいよいいよ。大体わかるから、ラトレルのお母さんの顔。いやいやいや、大体わかるってどういうことやねん、おい。まあまあ、レオナルド様、そんなことおっしゃらずに、とりあえず写真だけでも見てくださいよ。本当は見たくて見たくてたまらないんでしょ、レオナルド様。へへ、これが私の家族写真。皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋のサクでございます。やってまいりました、ザ・クルー2の時間でございます。はい、ということで、お久しぶりでございます、ザ・クルー2。はい、ザ・クルー2はずっと続きますよ。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、まあ、今からフライトなんですけども、ディーラーラトレル空港までちょっとフライトしたいと思います。で、そこでですね、新しく追加された車、マツダの RX8、 こちらをね、今日乗って、どれほど高級にカスタムできるかっていうのをね、ちょっとやってみたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ソロフライト行きましょう。ディーラーラトレルまでレッツゴーでございます。はい、ということで V1 VR よし、行きましょう。さあ、皆さんどうですか？サミットやってますか、ザ・クルー2。私ですね、ほぼフォロワー稼ぎになっております。はい、もうほとんどサミットやってないですね、ほんとね。てかもうサミットされてる方ほとんど少ないんじゃない？正直言うと、ほんとあんまり聞きませんよね。全然サミットやってます、バリバリやってますよみたいな人あんまり聞きませんよ。はい、なんとなく徐々にちょっと大丈夫ですかっていう感じになってきてますけど大丈夫でしょうか。はい、まあ、でもね、一応楽しいのは楽しいんですよ。でフォロワーもね、どんどん稼げるんで本当嬉しいです。一時ね、もうアイコンレベル1000になんか俺なるのかなと思ってたけど、もうあとちょっとでね、1000とかになりますから、本当にね、嬉しい限りですよ、本当。でもなかなか難しいんですよね。普通にもしサミットっていう制度がない状態であれば、かなり難しかったと思います、本当に。なかなかきついですよ、1000達成するのがね。はい、いい感じ、ナイスランディング。 Welcome to ディーラーラトレル。はい、やってきましたね。いきなりこの一番手前の一番いい位置に RX8 が止まっておりますね。まあそこから、まあ、おお、しかもマツダ同士やん。 RX7 と8が並んでるやん。これ結構奇跡的なランデブーですよ。一番奥のブガッティだけちょっと別格ですけども。はい、ということで今日はですね、このマツダ RX8、 これが追加されたということで、まあちょっと遅ればせながら、ちょっと1日2日遅れておりますが、私でちょっとこの車を購入してですね、じっくりとまあカスタムして、どこまでかっこよく、どこまで高級感あふれる RX8 になるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。この RX8 はスピリット R ではないですね、これ多分ノーマル。あ、これ後期もんですね、後期ですね、後期。ということは後ろのリアのかあと LED になってるやつですね、これね。はいはい、そうですね。はい、でシートがレカロのやつですね、これレカロですね。あ、後期ですね、後期モデルですね。はい、ということで、後期のタイプ S だったと思いますが、まあ、マイナーチェンジ後の RX8 になります。これちなみに観音扉なんですが、観音扉は再現されてるんでしょうか、どうでしょうか、開くんですかね。必ずね、この前のドアを開けてからじゃないと後ろ開かないようになってるんですが、はい、出ませんね
ダメですね。はい、これちょっと後ろちょっと観音扉で開くような気がしたんですけど、え、開きますよね。タイプ、そのマイナーチェンジしたやつも開きますよね。多分開くと思うんですけど、はい。ということで今日はですね、この RX8 を買って、ちょっとかっこよくカスタムしたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、エンジンかけたりするっていうのは、ディーラーラトレルで、自分のレオナルド邸でね、やりたいと思います。では、選択ということで、これ色迷いますね、色。まあ、赤か白かな、みたいな感じで思ってますが、まあ、果たしてどうい、あれ白がない。マジか。ああ、でもこの色だったらちょうどスピリット R を作れそうな気がする。これでゴールドっぽいホイールがもしあれば、スピリット R が作れるんじゃないかなと思います。おいおい、黒か。はい。まあいいわ。とりあえずじゃあ、一旦赤色で、納車したいと思います。ではこちらで、リム。ちょっと俺黒にしていいですか？これ。これはちょっと黒の方がかっこいいでしょ。なんか2って感じするもんね。はい。ということで1台買いましょう。RX8。さあ、レオナルド、また車買っちゃいました。はい。購入済みということで、結構こうやって購入済みって出るようになったんですね。で、いろいろとさ、アップデートで今更気づいたんですかって言われるかもしれないけど、この、カタログここ結構面白いですね。コレクションベ、はぁ、あ、サクはい。ということで、大変失礼をいたしました。339分の110ということで、これ以上約分できませんね。はい。で、各メーカーにこうやってね、3分の2とか1分の1、4分の1とかいうふうにね、こういうふうに、出てくるということで、こんなのアップデート後ですよね。最近カタログ開いたんですけど、ずっとありました？これ、ちょっと覚えてないんですが、まあ、そんなこんなで、こういうふうに変わってますよということですね。はい。ということで、今からね、実家の方に、レオナルドの大豪邸の方に帰りたいと思います。はい、ということでやってまいりました。今、新車の RX8 がサクレオナルドのガレージに入庫しました。はい、ということで今日はですね、今から、どんなカスタムがあるのか、そしてどれほど高級にカスタムできるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。それではまず外観からちょっとゆっくり見ていきましょう。2010年の RX8 とさっき書かれておりましたね。はい。フロントを見て、後期、マイナーチェンジ号というふうにわかりました。はい。ちょっと観音扉にならなかったのはちょっと残念ですけども、あとはリアですね。リアの方がこんな感じになっております。やっぱり RX8 は赤色がかっこいいんじゃないかなと思いますが、さっきオフィシャルで、白がありませんでしたね。ちょっとそれが、ん？と思いましたけども、白ってなかったのかな？ちょっと覚えてませんが、はい。ということで今からですね、早速カスタマイズしていきたいと思います。まずはパフォーマンスなんですけど、まずはもう一旦ちょっと適当にですね、まずはこのレジェンダリーパーツ、余ってるレジェンダリーパーツを全部つけてあげようかなと思います。そうすることでおそらくすべて280になるということでね。どういった組み合わせがいいのかっていうのはちょっとまたおいおいね、見ていきたいと思います。まずはマシンレベルをマックスにすること、それがサクレオナルドの教えでございます。はい。まずはここまでですね。ここまで行きましたよと。あと一つ、こちらで、レジェンダリーパーツですね。ここで OK。はい。280分の280ということになりました。では、ここから本領発揮になりますね。おっと、夜になってしまいましたね。では、早速なんですけども、カラーですね。今までは、この赤色、今までっていうか、今はね、赤色。で、これが黒、青、そして、シルバー、グレーですね。これで普通にスピリット R を作れそうな気もしますが、今日は赤色でいきたいと思います。はい。ちなみにカラーは他のオフィシャル以外の色にすると、ちなみに最初しようと思ってた白。めちゃめちゃかっこいいやん、これ。白でも超かっこいいよ。これ、どうしよう、これ。でもオフィシャルでいきたいよね。オフィシャルでちょっと攻めたいので、もうこの赤のままいきましょうか。はい。で、リバリー、この辺はちょっといいとして、ちなみに、どういった、作られてますか皆さん。トップ100ということで。フルスモですね。フルスモになりましたね。なんかツートンですね。ツートンでフェラーリみたいな感じですね。あと、黄色と黒のコンビネーションと、いうことで、いろいろとありますけども、いろんな模様がね、入っておりますが、非常にリバリー作れる方っていうのは私どんな方でも尊敬しております。本当ね。私自身がリバリー、全く絵の才能がないので、すべて、尊敬いたします。では早速ビジュアルパーツから見ていきたいと思います。まずはボンネットですね。あ、すごいですね。カーボンにできるんですね。ただそこまでする車じゃないかなと思うんですけど、そうですね。これは普通でいいんじゃないかなと思います。普通で。これで十分かっこいいと思いますんで、これ変える必要別にないですよね。で、ここですね。フロントバンパーに関してなんですけども、どういったところが変わるか。
ああ、おそらくヘッドライトの奥がこれカーボンになってますね。フェラーリにもよくあるオプションなんですけども。あとはですね、ああ、この辺ちょっとかっこいいですね。5番結構シャープで、非常に好きですね、5番がね。基本的に私ですね、フロントバンパーの下ですね、ここがカーボンがすごい好きなんです。あ、これもいいですね。これもカーボンですもんね。おー、なるほどね。おー、非常に綺麗ですね、これね。5番と9番、非常に好きですね。はい。いや、これ迷いますね。あー、これはでもカーボンではなさそうですね、ここはね。はい。5番と9番だな。5番と9番がね、非常にかっこいいですね。うん。この辺も非常にいいんですけども、やっぱり、まあちょっと控えめでね、おとなしく控えめでいきたいので、5番、この5番か、あ、でもこれはちょっとおとなしすぎるな。それを考えるとやっぱり9番かな。うん、これにしよう。こっちの方がちょっとかっこいいですよね。5番と9番。これ全部オールカーボンということでね。9番にします。はい。ではこちらで購入いたしましょう。ボンネットに関しては全くいじらないでおきます。フロントフェンダーですね。フロントフェンダー。ここは、おすげえ。怖くなるな、これ。これでも普通のままいいような気がする。まあ、後でバランスを見て考えてみましょう。リムはもうこのままで買いましたから、まあ大丈夫なんですけど、これ多分リムでもし色を変えれるようになったらゴールドみたいな感じにできそうですよね。これはまあ、これで必要ないんじゃないでしょうか。ブレーキキャリパーはね、赤だったら黄色にしたいですよね、本当はね。フェラーリみたいな感じですごいかっこいいんですけども、まあ王道の赤でいいんじゃないでしょうか。はい。もしかすると白に塗り替えるかもしれないんで、まあ赤色にしておきます。はい。スピリット R は確かキャリパー赤色だったと思います。間違ってたらすいません。あと、ここですね。ミラー。サイドミラーなんですけども、これも、まあ、ちょっと、これは、これは普通にこれでいいんじゃない？わざわざここに無理やりカーボンを持ってきてるような感じするもんね。これは別にいいでしょう。うん。うん、これでいいと思います。これはね。はい。で、サイドスカートですね。これは、まあ、これですね。間違いなく2番ですね。まあ、フロントのバンパーに合わせると、この2番が一番いいんじゃないかなと思います。はい。安いですね。もう前のね、ブガッティとか本当パーツ代だけで2万9千とかしてたから、すごいもんですよ。さあ、リアフェンダー。ここももちろん、はい、お約束ですね。まあ、こうすることで非常にいかつくはなるんですが、私はそこまでいかつい RX8 を求めていませんので、まあ、これでいいんじゃないかなと思います。リアウィングですね。リアウィングはなんかすごいのつけたいね。ここだけカーボンっていうのもおかしい感じはしないね。うん、3番かっこいいな。これのカーボンあるのかな？ 3 番のか。出たね。これすごいかっこいいですね、これね。でも。ああ、意外とね、最近ね、リアウィングいかついのが結構好きになってね。なんか意外とさ、おお、なんかちょっと合ってないような気もするけど、でもかっこいいね、これね。その赤をベースにしてさ、このフロントのエアロパーツ、そしてサイドスカートもこれ赤のラインとカーボン入れてるから、意外とこのリアウィングが合うんですよ。これかっこいいかもしれないね。これいいんじゃない？これ、かっこいいかな？ なんかもう、最近ね、結構ね、麻痺してきたからね、いろんな意味で結構麻痺してきてるんですよ、私。はい。これでもね、これでもいいっちゃいいんですよ。でも、ただこれちょっと物足りないな。これやっぱちょっと物足りない。これは物足りないですね。この状態で、パーツを変えることができるようになったらもっと嬉しいですね。いちいちこうやって戻るのがちょっとめんどくさいですけども。あと気になるのは、5番、6番、6番とかね、6番、ちょっと6番とか見てみましょう。6番も、これ一緒ですね。これだったらさっきの8番のやつでも十分ですね。5番。これが、なんかフォルツァエディションみたいな感じですね。フォルツァホライゾン4に出てくるフォルツァシリーズのリアウィングにちょっと形が似てる感じがしますね。うん。で、7番は普通の赤基調で、8番。これですね。これがやっぱりいいですね。でもこれはちょっとカーボンではなさそうな気がしますが、これ。あ、でもサイドだけカーボンかな？これは。うん、そんな気がしますが、このリアウィング自体はカーボンではなさそうですが、うん、カーボンではなさそうですが、一番、しっくりくるので、ウィング、あれにしようかな。うん、そうしましょう。リアウィングはね、こちらで、8番で。どうかな？いや、それ、どうせだったら全部カーボンがいいなと思うんで、やっぱこれかな？こっちの方かっこいいような気するね。フォルツァエディションの方が。2番はちょっとおとなしすぎるんで、うん、ちょっと待って、5番。5番な。これだったら全部カーボンですもんね。ただ、やっぱり、
ちょっとウィング的に物足りないかな。やっぱりサイドスカート、フロントのエアロが全部赤いラインが入ってるので、うん、やっぱりそうだな。これどうですか？これ真っ黒ですから、ちょっとね。7番、8番、うん、これにしましょうか。ちょっと腑に落ちない部分もありますが、これが一番いいかな。なんとなく。なんとなくね。横だけカーボン。まあまあ、これでいいでしょう。うん。これ買ってみましょう。もしダメだったらまた買えばいいや。はい。では、買いましょうね。どんどんお金使っていきましょう。で、リアバンパーですね。ここはまあ、決まってますよね。リアバンパーはもちろん、まあ、LED を活かしつつも、カーボンがついて、赤いラインが入ったやつで、綺麗に合わせましょう。あ、こういうのですね。あ、しかもマフラー4本出しになったやん。かっこいいね、これ。10番。あ、10番、すごい好きですね。うん、10番、11番。LED を活かしたいから、やっぱり10番がいいですね。11だったら、あー、これもそこそこかっこいい。あ、このクライスジークのエンジンのマフラーじゃないけどさ、このマフラーのこの焼け具合がまたいいね、これね。14番、15番か。15、14。いや、個人的にはちょっと4本出しかな。俺、ちょっと4本出し好きですね。赤色のラインをちょっと入れたいので、そうですね。で、なおかつ LED を活かしたいので、そうですね。これにしましょう。うん。これで意外とかっこいいと思いますよ。はい。カーボンではなさそうですね、これ。カーボンではないかな？これは。違いますかね。うん。違いますけど、こっちの方が、シックでいい感じ。ディフューザーカーボンじゃないね、これ。普通に違いますね。これ、まぁ、ちょっと残念ですけど、カーボンのやつあるのかな？どれか。あ、カーボンはないかもしんない。これは多分違う。これも違いますかね、ディフューザー。あ、これはカーボンになってますね。これは綺麗なカーボンになってますよ。うん。ただ赤色のラインがないので、ちょっとラインを入れたいと思いますので、はい。やっぱり、これでいきたいと思います。まあ、カーボンじゃなくてもいいか。はい、いいですね。結構外観出来上がりましたよ。内装ですが、レッドステッチが入っておりますね。まあ、内装に関してはもう完全に、まあ、この状態でいいんじゃないでしょうか。うん。赤に赤、すごい組み合わせですけども、レカロシート。生かしたいですからね。この状態でいいような気がしますが、ちょっとこれでいろいろ見てみましょうか。シート自体を、まあ変えることができますと。そうですね。まあ普通に5番が一番ノーマルな感じがして非常にいいですけど、まあまあこういうふうにちょっと色合いをつけるべきなのか、まあ、つけないべきなのか。この扉の横だけちょっとアクセントが入って、あとは普通のノーマルみたいな感じ。これにしましょう。で、インテリア。こちらはやっぱり、まあ、アルカンターラの方がいいですよね。はい。これで、行きましょうか。はい。で、ここはまあ、もう変える必要がない。もう変えれないからね。これカーボンとかに本当はしたいけども、これは変えれませんので、このまま適用ということになります。はい。これ、結構、ああ、ちょっと微妙かなちょっと待って。これ、個人的には結構ありなんだけどな。ちょっとこれ、フロントバンパーが出すぎかなこれ。どうだろう。いや、でも意外とかっこいいような気するんだけどな。うん。ああ、でも意外とバランス的にはいいかもしれんよ。これ。ちょっと待ってね。ちょっと、見てみましょう。これで。はい。私の、サクレオナルドのね。RX8 が今ここに完成いたしました。ではまず、リバリーエディターのように360度見ていきたいと思います。後ろのドラえもん号は気にしないでください。あー、ちょっとこっち行っちゃったね。はい。まあ、とりあえず、フロントのエアロパーツ、そしてサイドスカート、リアバンパー、すべて、まあ、カーボンともしくは黒基調ですね。で、赤色のラインが入っております。で、リアのウィング、こちらもね、エアロパーツに合わせて、カーボンではないですけど、サイドだけカーボンですけども、まあ、黒と赤の貴重なものを選びました。で、ブレーキキャリパーも赤色ということで、内装も赤色を基調にしました。今回は赤色で乗りたいと思います。で、とりあえずこのまま行くと、これですね、内装ですけども、内装もレザーではなくアルカンターラで、まあ、スウェード生地アルカンターラで、まあ、レカロシートで、非常にね、かっこよく仕上がっていると思います。で、このサイドのね、この赤色のアクセントがちょっと気に入りました。普段真っ赤っかにするよりかは、こういうふうにステッチだけね、スペシャルステッチのように太い糸で、まあ、こういった感じで頑丈にね、かつ綺麗に内装が仕上がって非常に良かったと思います。リアシートだけなぜか赤色の部分が多いんですけども、
まあそれは気にしないでおきましょう。ではちょっとね乗りたいと思います。さあレオナルド、いいですね、完成しましたよ。はい、ではですね今からエンジン回したいと思います。音静かやな、音音だいぶ静かですよこれ。はい、ということで、とりあえずレオナルドがまあこういう風にハンドルを持ってるんですけども、ガソリンが半分しか入ってない、まあこれは新車あるあるなんですけども、こんな感じですね。まあカーボンにちょっとできなかったのはちょっと残念ですけども、これリアのシートだけ本当なんか赤色が多いですね。で、レカロでステッチが黄色、あ、赤色、非常にかっこいいですね。バックミラーは曇っております。ルーフの部分まではアルカンターラになってないような気がしますね。これはあくまでも見た周りだけですかね。はい、ということで今9時47分を示して秒針が動いてないということになりますね。はい、で、とりあえずこんな感じで一旦窓というかドアをちょっと閉めてみましょう。はい、こんな感じですね。ロータリーエンジン本当にこんな音だっけ。なんか そこまで、あれですね、なんかちょっとあれですけども、とりあえずちょっとクラクションは普通やなこれどうやって降りるんだっけこれ。あ、これだ、バツだ。フォルツホライゾンとかいろいろやってるからね。あ、でステップイルミネーションではなくて、ここはアルミのプレートかな、 RX8 と書かれて、サイドはこれ綺麗なカーボンですね。これほんと美しいね、カーボン。はい、一応こんな感じで完成いたしました。はい、おめでとうございます。雨です、雨大体そうだと思ってました。サクレ、おびっくりした、おい、サクレオナルドが、お、後ろも RX8 やん、奇跡やなすげえな。でも多分サクレオナルドの方がかっこいいと思いますよこれ。いや、これかっこいい、かっこいい、これサクレオナルド、お、避けていってくれてありがとうな。紳士だな、かっこいいな、やっぱりかっこいい男はやっぱ違うわ、紳士だね。これがまた嵐だったら普通にドーンとぶつかっていくんだろうな。さあ、めちゃめちゃかっこいいですねこれね。はい、でニードフォースピードヒートにはない運転席視点がこれです。かっこいいやん、ほらこんな感じですね。うん、やっぱり綺麗ですねこれね。じゃあちょっと走ってみましょう。あー、さすがにちゃんと速度計動いてるけど、ちょっとデジタルの数字が非常に見にくいですねこれ。あ、でもロータリーエンジン結構いい音するやん、そこそこいい音するよこれ。ちょっと走り込んでみようか、ちょっと走り込んでみましょう。あ、そこそこいい音するね。ただまあやっぱり物足りないね、ロータリーエンジンとして効いてしまうから、やっぱりこんなもんかと思ってしまう。ちょっとトンネルの中でちょっとシフトダウンかシフトアップちょっとしてみましょう。ちょっと物足りないね。でもこれ走ってるところで見たら普通にかっこいいよねこれね。まあ珍しいからね、サクレオナルドとこういう白以外に乗るっていうのが。でこのまたミッションを動かしてるこのサクレオナルドの手がね、かっこ、あ、手見てたらごめんなさいこの手、このミッションの手がかっこいい。ほらこういうね、こうパドルシフトじゃないから、このミッションを動かしてるところがかっこいいですよね。レオナルドいつにも増してかっこいいですね。いやでもこれ普通にかっこいいですよ。でほらこれ後ろのね、リア、これちゃんとほら LED がついてね、これかっこいいです。この LED を生かしたのがすごい良かった。 RX7 もいいけど RX8 もやっぱり非常にかっこいいですね。いやいいやん、これ我ながらよくできたよレオナルド。ブレーキキャリパー赤に黒のホイール、やっぱこれかっこいいですね、スポーティーですよね。黒のホイールにすることによって結構引き締まるよねボディがね。でやっぱりサイドスカートとかこういうエアロパーツはカーボン組んで赤のラインを入れることが非常にかっこいいですね。すごいやん、結局色は赤黒しかないからねこの車、他の色ってないもんな。そう考えると結構いい感じですよこれね、すげえ。はい、ということで今から家に帰りましょう。
まあ、この雨上がりにいきなり車乗ってこういう風に太陽が出てくるっていうのが一番車にとって悪いからね。もう水垢がつき放題になるからさ、ちょっとこれはね困るんで、早く家に帰って洗車したいと思います。ただあやっと見つかった、ここですね。よし。いやでも結構これ結構自分なりにはいいカスタムができたんじゃないかなと個人的に思います。はい。あ、ほんで結構いい音するやん。あ、いい音するやんこれ。うん、しかも結構かっこいい、これお気に入りになりました。はい。 RX8 そういえば街中では全然見ないですねこれね。確か2012年か2013年に、まあ、最終モデルというか、まあ、販売が、まあ、そこで終わってしまって、それ以降はね、まああれなんですけど、あんまり見ないね、そういえばね。確かに。あ、危ない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 。お、びっくりした、事故ってボタンだった。何やってん、ちょっと大丈夫ですか。はい、まあそんな感じでね、一応まあ終わりたいと思います。いや非常にかっこいいです、これ。ほら、ほら見てこれ、すごいかっこいいやんこれ。いや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 、我ながらいい。これリアからの眺めも結構、あー、てめえ、おい待て、てめえこの野郎。ちょっとごめんごめん、ぶつかっちゃった、ぶつかっちゃった。レオナルドもついにこんなんするようになって、こう、ちょっと待て待て、それはあかんぞレオナルド。これ停車中のさ、エンジンのアイドリング音が結構いいね。なかなか好きですよこれ。さあ帰るか。いや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 、これは結構ね、いい車になった RX8、 これは非常に嬉しいですね。さあということで、今からね家に帰ります。はい、新車下ろしたてのドライブ終了ということで、今からね、家に帰って寝ます。はい、皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。はい、ということで今日はですね、RX7 の後継 RX8 を、まあ、購入して、どれほどかっこよくカスタムできるのか、どれほど高級感あふれるパーツがあるのかという検証でした。まあ検証というか普通のザ・クルー2の動画なんですけども、はい、ということでレオナルド、マツダ RX8 ゲットでございます。はい、非常にかっこよく仕上がった1台になりました。ちなみにこの状態で白にするとどれほどかっこよくなるかちょっと見てみよう。これ。この状態で白にすると、あー、かっこいいこれ。これかっこいいな。これちょっとめちゃめちゃかっこいいやないか、これ。やばいな。これ全然これでもいけるやん、これ。すげえ。めちゃめちゃかっこいいわ。はい。ということで、白に生まれ変わってる可能性もありますけど、でも僕は一応赤で、このままいきたいと思いますのでね。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ザ・クルー2の動画はまだまだ続きますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。いや、本当にここまでかっこよくなってくれてありがとう、RX8 くん。これからもよろしくね。はい、ということで皆さん、また次回もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。